はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、北九州ウォーカーの尾形です。はい、今ね下伊東津のねこの牛角の前に来てるんですけど、今日はね旭ヶ丘のですね蔦屋が9月16日かなに閉店するそうなので、そこにね最後に行ってみようかなと思います。はい、今日はね9月8日の日曜日、ちょうどねお昼の12時ぐらいですね。よし、じゃあ行ってみようかね。今ね下伊東津って言ったけど、住所で言ったらここはどこかな。あ、マジで住所がわからん。まあ、これまっすぐ行ったらね小倉工業のとこです。はい、あっち行ったらね小倉工業の正門。あ、分かった、ここね白萩町って書いてある。白萩町のジョリーパスタに来ました。最近行ってないね。結構ね僕ジョリーパスタ好きなんですけどね。おお、かなり満席ですね。都内のお客さんで賑わってました。やっぱね日曜日の昼はね人気やね。それにしてもね今日もいつものように暑いです。気温は33度ぐらいかな。マジあっち。これずっと登っていったら板光中学校ですね。西南女学院立派やね。すごいね。この辺ねちょっとだけ上り坂やけ暑い日は疲れますね。イエローハットの前来たらすごいねタイヤの匂いがプンプンします。ゴムの匂いがね。さあこれイボリを使うなんかねちゃうんかね。イボリを使うともうちょっと先やっか。とりあえずイボリの交差点なんでここをね右に曲がってまっすぐ行ったら旭ヶ丘に着きますね。ああ、そういえばこの前通った時ああここに源流あったっけみたいな話したのを思い出しました。久留米ラーメン源流イボリ店ね。ああうまそう、なんかいい匂いがする。よし、ここ曲がります。歯医者さんあったよね。今まで気がつかなかった。でこっちがイボリ保育園。あー、あのスピナーがあるね。ここ来たら絶対思い出すのがね、僕はね寿司屋で働いてた頃にカブに乗って配達出前してた時にですね、ちょうどこのスピナーの前でカブがパンクしたのを思い出しました。でね、そのまま戸端の三六本田まで持って行ってね修理してもらいましたね。ああ、こんなんなんやね。意識してみたの初めて、イボリ保育園。あと多分ね このスピナマートね一回も入ったことないと思う。分からんけど、あんまりねここに来た記憶はあんまないけね。これな中井市民センターなんやね。このあったよね、私立中井市民センター。
本日は休館日。小倉北消防署いぼり分署。さあ、蔦屋見えてきた。ファミリーマートの向こうにね、もうちょっとでなくなる、約1週間後に閉店する蔦屋があります。今回やっとダブルジェット。蔦屋ね、これ閉店したら何になるんかね。寂しいよね、こういう大きい敷地面積を誇る蔦屋がなくなるとか。建て替えなんかね。閉店よね。でも行ってみようか。てかね、ここの蔦屋多分入ったことないよね。僕初めて来ましたね。閉店美しい。店内撮影禁止、撮影禁止になっておけ。あんま上上がらんのこっか、やっぱ悪いけね。ちょっとだけ雰囲気だけでも撮れたからいいかな。ね、寂しいけど9月16日をもって営業終了いたします。朝日が丘店、朝日が丘店。広いんやけど、すごいね、これ全部セブンの駐車場。あっちなんやかね、古い建物があるね。団地？そう、あっちなんかすごい植物に覆われた家がある。しかもここめっちゃ廃墟やん。ボロボロの家があるよ。ちょっと不気味やね。謎の区画がある、朝日が丘の謎。へえ、クリーニング屋があって、ああこれね、安定。お、営業中やね。北九州ラーメンを全国へ。で、隣が美容室心。
コロッケクラブがある。ああ、ちょっと涼しいここ。で、こっちがサンリブやね。ちょっと暑いけど、なんか一瞬だけ入ろっか。いっぱいなくなったわね。さあ、どっち出ようかね。リンガーハットあるね。ちゃんぽんも食べたいけど。あら、ここなんかお店いっぱいあるよ。ちょっと見てみようか。お、勘弁エリューがあるやん。8個。カラオケ、ジムカーナ。うどんか、うどんもね、食べたいけどな。ビール飲めるところ行きたいよね。朝日が丘第一ビル、本館入り口。撮ったの初めてかもしれん。若鳥専門店。なるほどね。ああ、お腹空いた。あとビール飲みたい。どうしようかね。グータクソンかチャーハン店って何なの。あの店できたんやね、知らんやった、チャーハン専門店って珍しいね。あ、これ日上がり食いめっちゃ綺麗な子やん。
ここね、高峰町になった。高峰町っていうかね、イボリじゃなくなった、朝日が丘じゃなくなったもんね。あー、やっぱなんか暑さでぼーっとするね。どうしよっか、唐揚げのたっちゃん家帰って飲んでもいいけど、ちょっとね距離があるけ。ああ、仕上がり飯店行ってみよっか、空いとったら。行ったことないけど前から気になっと中華料理屋さんがあってね、そこになんかビールセットみたいな確かあったけ。もし空いとったらそこ行ってみよう。お持ち帰り専門店の割にでかくない？あとこれね、東遊軒の本店があります。本店で一回も食べたことないけど、仕上がり飯店。なんか並んどる人がおる感じやね。あー、ちょっと遅いけやめようかね。店内入ったところに足が見えたけ、多分満席なんでしょうね。先輩2000円ぐらいです。はい、今ね、はま寿司で食べてビール2杯飲んでね、かなり満足しました。まあ外に出たらめっちゃ暑いんですけど、じゃあ終わりにしたいと思います。あとね、コメント欄に行ってほしい場所とかを書いてくれたら、行ける場所だったら行くのでリクエストお願いします。じゃあねー。